こんにちは、日本改革党くつざわです。吉備の国中華太郎様、ロケットコマンド様、お手紙もご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。今朝ですね、1年前の参院選の時に凱旋やった出産一時金、外国人もらうのおかしいんじゃねえかっていうですね、凱旋のショート動画をツイートしたんですけれども、在日中国人の嫁がお里帰りして中国の病院で出産、それに40万円払ってるっておかしくね、おかしくないですか。これね、元は産婦人科救済のための金だったんですよ。だいたい産婦人科にかかるお金が、まあ、40万あれば足りると。でですね、産婦人科で出産して産婦人科に払う金がないっていうと産婦人科が往生しちゃうから、設けられた制度であって、そんなね、中国の病院で出産して金がねえとか言う、したらそれはね、中国人が中国の病院で出産するんだから、なんぼ旦那や父親が日本で働いてるっつったって、中国の制度使うべきじゃないの？日本じゃなくて。なんで日本人の金で中国の病院を救済しなければいけないんだ。さっぱりおかしいですよね。そんなのが何件も何件もあったんだって。で、向こうの病院で出産証明書なんて送ってよこせるらしいんですけど、そんなのね、金出しはいくらでも偽造してくれる。なんならパスポートですら偽造する国じゃないですか。全然信じらんないですよね。日本人の9倍ももらってたって言うんだから、恐ろしい話でね。あとですね、日本で産むんだ、外国人が。日本の病院救済してやんないといけないな。っていうのもわかんですけども、私それにも反対ですよ。なんで日本で外国人が増えることを手助けしてやんなくちゃならないのか。有権者のための政府じゃないの。有権者って日本人のことですよね。日本人のための政府なのに、日本国内でなんで外国人が増えるお手伝いしてやんなくちゃなんないのか。こっちの方にも不満であります。まあ早い話が、外国人には出産育児一時金くれでやんな、いう話なんですけれども、立憲蓮舫さん、嘘をすぐさま指摘されてしまうコミュニティーノート、コミュニティーノートですね、ツイッターの機能コミュニティーノートにぶち切れ、コミュニティーノート、これは実名にすべきでしょう。まあ実名で書け、匿名で書くのは卑怯だみたいなこと言ってるんですけど、一般反応です。国籍も公表すべきでしょう。これは聞く。蓮舫さんは国籍が半分匿名では、聞いてますか。効果は抜群だ。本当に器が小さい。権力者が民間企業に圧力。ツイッターやめたら向いてないよ。普通の利用者は何も困らないんだけど、実名してどうすんの、嫌がらせ。ノートの情報が間違っているならそこを指摘すればいい話。来月からアカウント名が出るようになる。あ、そうなんだ。コミュニティノート書いた人、コミノコミノって、略されてましたけど、それ書いたアカウントが出るんだ。今完全匿名ですけどね。左翼だけやりたい放題時代の終焉。実名表示にしたところでお前らは、わけのわからん無名のネトウヨが、ネトウヨ意見をつけやがってとしか思わんだろう。で、もし有名人にコミュニティノートをつけられたら、あいつはネトウヨだった、失望したとか騒ぐだけだろ。なるほどな。国籍も公表すべきは笑いましたな。本当の本当に蓮舫さんってもう何を言ってもやってもお前が言うなって万能で切り崩されてしまうモードに陥ってんなーって。今55歳らしいんですけれども、あと何年政治家やるつもりだろう、こんな状態で。仮に間違い指摘した実名が分かったらどうだっていうんだ。嫌がらせの電話とか、家の周りをうろうろして嫌がらせすんのかな、ちょっと名の知れた人だったら。それより嘘ツイートしないで、指摘されないこと、つまりデマを流さないことを目指した方が建設的じゃない。
だけれども、あの長年にわたるですね、論より大声、嫌がらせ、最後は暴力っていうのが身に染みついてて、まあ、それ以外考えられないんでしょうね。それ以外できない体質になってんでしょうね。世界銀行がウクライナに15億ドル、2100億円、融資決定、保証国がなぜか日本、なんでだよ、なんで、どうして、世論、なんで日本、保証人、円借款じゃなくて、保証人には絶対なるだとじっちゃんが言ってた。保証するためにもっともっと増税しないと、支払いができない可能性大ってことなの。ウクライナなんて踏み倒す気もあんまんやで、これ踏み倒し前提なんじゃないの。こんなことして、いや、どんだけ増税しても足りんわ。結局日本人の負担がまたまた増えるということですか。北方領土、軍事占領中の敵国で、北からの脅威、ロシアの弱体化は日本の国益ですが、ウクライナを支援するのは分かりますが、なんで保証人になんなくちゃなんないの、日本が。なんでなのよ。それはロシアが弱ってくれたら嬉しいよ。ロシアが元気いっぱい腹いっぱいでウクライナ占領して次は来たらなんつって、あの北海道に攻めてきたらやだもん。ロシアの弱体化は嬉しいことですが、なんで保証人。もっと脅威を感じてる、隣り合わしてるね、フィンランド、ロシアと隣り合わしてるフィンランドとか、あとウクライナ破れたら、いや、破られたら隣になっちゃうポーランドとかが保証すべきなんじゃないの、日本よりさ。まあ、3800万人しかいないポーランドやら、550万人しかいないフィンランドじゃ、まあ無理なのかな。550万人しかいない割には、フィンランドの影響力って結構大きいっすよね。なんか知んねえけどね。頭いいんだろうな、やっぱりな。予想通り避難号号。なんか踏み倒されて肩代わりする未来しか見えないな。なんか、世界銀行はなんか担保取ってんすかね。将来の小麦の収穫とか、そっくりもらうとか、港の使用権であるとか、バッチリとした担保があったら、まあ保証人いらないですけどね。世界銀行の保証人するのと、自分で貸して、利息や利権を取る、まあ円借款ってやつですね。自民と外務省にそんな気概があるならば、利息や利権を取って、バッチリ利益に、国益につなげる気概があるならば、円借款と保証人どっちがいいのか、アメリカに命令されたのか、それとも外務省とウミガメ林法制のいい人ぶり大病が発症したんだが、まあアメリカに命令されちゃったのかな、ちょっと引き受けてよ。アメリカはもっともっと支援してますから、ウクライナに、武器だのなんだの何兆円もね、ちょっと断り気に入ったのかなーって、税金でいい格好すんのやめーって、ね、ここまで足突っ込むとですね、ウクライナ敗北を許容できなくなるのでは。だって負けたら帰ってこねえもんね。肩代わりさせちゃうもんね、2100億円。まあ、ウクライナが負けちゃったら、勢いに乗ったロシアが北海道に攻めてくかもしんねえから、その可能性あるから、ウクライナの次は、北海道だーなんつって、攻めてくかもしんねえから負けてもらえないんですけどね。ウクライナの敗北占領はロシア併合なんかは日本にとっては許容できない。あとはロシアだけじゃない、そんなことが大成功しちゃったら、中国がですね、じゃあわしも、ワイらもつって台湾狙ってくからね。岸田総理、人への投資が次の成長につながる、構造的な賃上げを実現すると令和臨調集会で述べたと。構造的な賃上げ実現、まあ具体的には何にも言ってなかったらしいんですけど、よくわかんねえなーっていう話。一般判断す、いらんことすんな信用しない、またやれもしないこと言ってるな。そういえば新しい資本主義っつうのも未だにさっぱりわかんないですね。何言ってんだこいつはみたいな。構造的増税だろおめえは、ただし大手に限る。次はどんな増税が来るのか。シンプルに減税するだけで事実上の賃上げなんだけど、減税すればいいだけだろ。お気持ち発表会、構造的な増税の間違いちゃうか、いつまでとは言っていないと。まあ予想通り非難合合、憎まれてるね。口を開けばですね、新規臭い増税を匂わすことしか言わないから、嫌われてるっていうより、なんか憎まれてるって感じですね、岸田総理。令和臨調っていうのは、
有志による令和国民会議だそうであります。次の時代に持続可能な日本社会と民主主義を引き継ぐため、世代や立場を超えた有志による令和国民会議を発足いたしました。次の世代とか民主主義とか、なんか右っぽいこと言ってるが、まあ、どんな団体かわかりません。共同代表が4人おりまして、茂木雄三郎キッコマン会長、鈴木義満東電会長、増田博也日本郵政代表執行役社長、佐々木実って読むのこれ、国とは読まねえよな、元東大総長、なんかミニ経団連って感じですかね。増田ってあれでしょ、都知事選に出て落選した小沢の子分で元岩手県知事で、任期中に岩手県の借金最大に増やしたっていう、歴代最高に増やしたっつうね。構造的賃上げ、具体的には何をどうすんだ、説明はなし、だから信用できん、まあごもっともであります。消費税下げりゃ構造的可処分所得増加になるんですけどね。例えば年収500万の人で、まあ500万使っちゃってんだ俺はなんて、貯金ねえんだなんて人は、あれですよ、消費税、そのうち50万は消費税取れてんだから、8% にすればね、なんぼなの、50万の2割じゃないや、50万の8割ん5が50、8、40、まあ10万円、浮きますよね。40万円消費税になっから、あ、50万円が40万円に減税になっからね、 10から8にすれば、したら10万円賃上げしたのと一緒ですよね。消費税でなくてもいいや、所得税とか国保税とか下げてくれてもいいよっていう、私今国保税に非常に苦しんでる。ほら議員、去年の6月まで議員だったじゃないですか。で、まあ苦しんでるんですよ。今年は去年の所得で支払うもんだからね。日韓議連の幹事長を長らく務め、自民党を代表する売国奴だった河村武雄元官房長官の息子、河村健一47歳が自民党離党、維新から東京6区に立候補予定だそうであります。自民党山口県連、強い怒りと遺憾の意を表明するなんて声明出しちゃって、それに対して、河村健一47歳、2年前は無関係な候補って言われ、参院選では県連に入れず出ていくとなったら強い怒りを感じるとか、山口県連の言う信頼関係とは何なのか理解できません。ほうほう、まあ非常に腹立てて出てったみたいな感じ、親父と同じ党じゃいけない決まりでもあるんか、自民党終わりの始まりでは、日韓議連の親父のようにはなりたくないんやろう、いじめておいて怒るとか、親と同じ党に入らなきゃいけない方が異常でしょ、どうしてブチ切れるのかな。山口県連は林独裁が進行してて嫌気がさしたんだろう。この人はちょっと事情を知ってる人ですかね。林独裁だって山口県連、河村の息子とかどうでもいいです。外国人参政権推進、夫婦別姓賛成の、なんで自民党にいんのあんたっていう、S 級売国奴河村武雄引退の顛末なんですけれども、2021年10月山口県連が3区、山口3区を林に譲れ、河村武雄に要請。10月13日、河村武雄が党本部に呼ばれ、林とはダブルスコアで圧倒されてて立憲候補にも負けっかもよっていう調査結果を甘利幹事長、遠藤選対委員長に説明され引退を決意と。まあまあ人気ねえのが悪いんだわおめえはっていうですね。この時すでに79歳ですもんね。息子の健一を比例中国ブロックで公認しろっていう取引で自民党執行部うんいいよ、なりました。山口県連、河村健一、を山口県連とは何ら関わりのない候補として大反対、俺らは応援しねえがんの、いう話、結局これが通ってですね、公示前日の10月18日に、衆院選公示が10月19日でした。10月18日に急遽
北関東ブロックに移動と、縁もゆかりもないね、結果は落選と。山口県連の3区を林に譲れっていう要求と、河村健一やだよ2つとも通った、同年9月にですね岸田が総裁選で勝って総理になったんで、まあ盟友の林を優先したんでしょうね。ご利用し息子のことを山口県連が敵視したのは何が理由かわかりません。河村武雄が思いっきり切らせたからでは、それでは、で健一がですね維新に移ったら強い怒りを感じるとか、健一でなくても意味不明ですね山口県連ね、何言ってんだこいつらみたいな。どうやら山口県連はまだまだ昭和の自民党みてえで古くせえね、あのしがらみとか、自分の引退の代わりに息子を公認させるとか取引すとか、国政を私物化してませんかね。河村もそれを飲んだ自民党執行部も国政を私物化してませんか。あなた分かった、私は譲るからその代わり息子を、みたいな、うんいいよみたいな、国政私物化してませんか。健一がどんな思想かまだ不明なんですけれども、右なら応援、左なら文句言うだけでまあ問題ないですね。東京6区の現在状況なんですけれども、世田谷区の北部と西部だそうであります。立憲落合高之11万票で当選、自民党落合高尾10万5千票で落選、維新薄井理恵も出ておりまして6万票取っておりました。泡沫ではなかったんだな、半分ぐらいは取れてたんだな。まあ薄井理恵と竹村健一、河村健一、交代ですかね。自民の落合高尾さん、名前悪いわ、名前ちょっと改名した方がいいんじゃない。変換した時ですね、落合高尾って出てきてあらって思っちゃいました。これ選挙で立候補し続けるならあんまり良くない名前では、これ奥さんの方の姓に変えるとか、あるいは通名、ペンネームとか名乗った方がよろしいんじゃないでしょうか。まあまあ、あの山口県連っていうね古いドブ臭いですね、あと自民党執行部っていうんですね、古いドブ臭いですね、昭和に、からまだ脱却してねえなーみたいな、顛末のニュースでありました。というわけで8月15日懇親会と靖国神社正殿参拝やりますんでよろしくお願いいたします。あとですね、懇親会はあの半立食になります。30人ぐらい入るとこに12ぐらいしか椅子なくて、まあ代わり番号に譲り合って休憩してください。基本は立ってくって、なのでちょっと足悪い方とかはあのやめてもらった方がいいかな、ちょっと思っております。よろしくお願いします。デトックスジャパン。